人吉でしぽぽぽ。毎週月曜日のこの時間にお送りしております人吉でしぽぽぽ。熊本県人吉市の情報を毎週この時間に紹介しております。はい、人吉市は熊本県の最も南に位置する市で、車で行く場合の最寄りのインターは九州自動車道人吉インター、 JR 九州肥薩線、球磨川鉄道湯の前線が通る温泉や自然がある町です。さて、先週ですかね、このコーナーで人吉の情報誌ドーギャンっていう雑誌が、あの全国のその情報誌の人気ランキングで2位だったでしょ。2位につけてると。そうでしたね。はいはい。で、今度その投票結果が出るんで、はい、東京に行ってきますという編集長のお話を伺いましたが、はいはい、なんと、はい、読者投票部門第1位にドーギャンが選ばれました。うちでわーわー言ったのが良かったかもしれない。良かったですね。でもいい雑誌でしたもんね。もう本当に、はい、あのお金かけてね、作ってて300いくらとか安いですよね。そうですよ、ドーギャンさん本当に、関係者の皆さんおめでとうございます。おめでとうございます。はい、乾杯乾杯って。そうなんですよ、今日はね、あの人吉熊のお酒熊焼酎についてお話を伺おうということで、はい、人吉の近郊では日本最古の焼酎の文字が見つかってるんですね。昔から飲んでたんですね、焼酎ね。実は熊焼酎が日本の焼酎の源流ではないかと言われております。詳しいお話、熊焼酎酒造組合専務理事田中康介さん、お電話のお話を伺います。もしもし。はい、もしもし。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、田中です、よろしくお願いします。熊焼酎が日本の焼酎の源流って言われてるのはどういう理由からなんですか？そうですね、1546年にポルトガルの商人が、はい、フランシスコ・ザビエルに、はいはい、米から作る焼酎が日本で身分の上下を問わず親しまれているという報告がされております。はあ、ザビエルさんが。はい、またですね、まあ、隣接する伊佐市の郡山八幡神社に最古の焼酎の文字が残っていまして、その当時はですね、相良市が伊佐市付近まで治めていたということが記録残っています。ですから、もうその時代にはあのまだ芋が日本に伝来していなかったわけなんですけども、はい、そのですから熊焼酎、すなわち米焼酎が焼酎の源流ではないかと言われているんですね。はい、うわ、じゃあもう少なくとも戦国時代には飲んでたんですね、皆さんね。そうですね。この人吉熊地方、どうしてこの米焼酎が作られてたんですか？そうですね、人吉はもう夏は暑い地域です。暑さを考えるとですね、日本酒より焼酎作りが合う地域だったということ、はい、そして、相良藩が裕福だったということもあります。はあはあ、はい、本来であれば、お米っていうのは保護して年貢にするところが焼酎にされていて、殿様から保護されていたこと。へ、そしてですね、相良藩だからこそ米焼酎の文化が今まで残っていたのではないかというふうに思います。そうなんですね、はい、そういう事情があったんですね。はい、これ熊焼酎みたいに地名がついてる焼酎珍しいですよね。そうですね、今日本には熊焼酎以外に壱岐焼酎、はい、薩摩焼酎、琉球と4種類しか認定されていません。あ、そうなんだ。はい、だから九州沖縄だけですよね。そうですね、要するに、はいはい、そうですね、素晴らしいですね。はい、まあ、これは世界的にですね認められているブランドなんですね。で、熊焼酎というのは定義がありまして、うん、米のみを原料として人吉熊の地下水で仕込んだもろみを人吉熊で蒸留し、はは、そして瓶詰めしたものだけが熊焼酎と呼べる。なるほど、はい、水とかもろみもやっぱこだわりがないと。そうです、そうです、ということですね。はい、今熊焼酎は28蔵元があるそうなんですけど、いろんな種類がありますよね。はい、どういう種類が？ですね、大きく分けまして4種類に分けられます。はい、まず香りの高い華やかな香りのフレーバー、うん、それから真空に近い状態で蒸留した減圧蒸留で、うん、純粋なお酒の味が楽しめますライト、うんうん、そして昔ながらの蒸圧焼酎で香りが深いリッチ、はい、そしてそれを樽につけてウイスキーのような長期貯蔵してですね、香りがするキャラクタータイプが、うん、すごい、あります。英語の名前がついてんだ。本当ですね、ね、今日おすいさん今ね、あの、まあ、強いという焼酎を今手元にしてます。これは美味しいですか？はい、おすいさん、お、乾杯、うん、乾杯。いや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 、あ、美味しいです。あら、そうですか。
はい、ありがとうございます。とっても飲みやすいです。ねえ。これ、熊焼酎、いつぐらいに作られるんですかね、季節は。そうですね、ちょうど今、米が取れてますので、今ぐらいからの時期で、の来年の3月ぐらいまで、製造しまして、はい、そしてその作った焼酎をしばらく熟成させてから、市場に出します。あ、なるほどね。今、おすぎさんがこう、カランとこうグラスをこう、うん、口から離すと、香りがすごい、ね、いい香りがね。はい。まあ、福岡でもね、この熊焼酎楽しめるんですけど、やっぱり、本場で飲みたいですよね。そうですよね。まあ、人吉熊にはですね、熊焼酎を出すお店がたくさんあります。そして、蔵巡りも楽しめます。はい。その蔵でしか買えない焼酎もございます。はい。で、ぜひですね、食、は、事、い、に来ていただいて、お土産にもぜひ熊焼酎をお願いしたいと思います。はい、はい、ぜひ皆さん、人吉熊で、どうせだったらね、はい、飲んでいただきたいと思います。はい、ごちそうさまでした。田中さん、どうも、今日はありがとうございました。こちらこそどうもありがとうございました。はい、どうも、失礼します。熊焼酎酒造組合専務理事、田中康介さんにお話を伺いました。さて、人吉では宿泊者を対象にプレミアム商品券、人吉温泉よか旅券を販売しております。3000円分の品物が2000円で購入できて、人吉市内の飲食店やお土産屋さんなど300店舗以上で使うことができます。1人3冊まで購入できるので、最高で9000円分のお土産が6000円で買うことができます。このよか旅券は人吉市内20カ所の宿泊施設で販売中です。売り切れ次第終了です。人吉に行ったらぜひ購入してみてください。なおこのコーナーは KBC ラジオのホームページでも聞くことができます。来週も一緒にしてしぽぽぽ。